動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は新宿中村屋インドカリー、これをいただいてみたいと思います。タンドリーチキン、骨付きチキンを使用というふうに書いてあります。日本文化発祥の店というふうに箱には書いてあります。じゃあこの早速いただいてみたいと思います。中には何も書かれてないレトルトが入っていました。お皿に出してみました。こんな感じです。ご飯があると思ってたのがなかったので、ルーだけ食べます。これ骨付きのチキンがこんな感じで入ってます。すごい柔らかく煮込まれてそうな感じです。じゃあこの新宿中村屋のレトルトカレーを早速いただいてみたいと思います。いただきます。お、うまい。すげえ、やっぱりまろやかな感じ。バターチキンって感じで、うん、美味しいな。で、なんか箱にはヨーグルトがで味付けされたみたいなことが書いてありましたけど、ヨーグルトっぽい味もしっかりします。うん、美味しい美味しい。じゃあちょっとチキンいただきます。これスプーンでサクッと切れる。じゃあこれいただきます。うん、柔らかい、美味しい美味しい。やっぱりちょっとね、どうしてもレトルトカレーだからチキンはパサパサになっちゃってる感じはあるけど、それでもまあ美味しいです。やっぱね、ちょっとバターチキンカレー濃いからご飯とかパンとかにつけて食べたい感じです。ちょっとないんでしょうがないです。うん、じゃあこの後も食べ続けたいと思います。ありがとうございました。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。